パイロット・イン・コマンドとは、1997年、サントリー・ミステリー大賞優秀作品賞を受賞した、内田強史寺の諸女小説。初版発行は1999年原初号からで、あり、2006年には、新潮文庫から文庫版が出版されている。ロンドン発東京、成田行き日本インターナショナルウェア202便は日本へ、護送中の国際犯罪者や、トラブルパッセンジャー、 飛行機好きの小学生など様々な人を乗せ離陸した。ところが飛行中救命同意がトイレのゴミ箱から発見され、さらに原因不明の揺れが起こる。そして日本海の上空で第二エンジンが爆発し、急減圧が起き、二人の機長も意識不明になってしまう。エヴァは機体消失や操縦不能など内田の他の小説でも登場している。浅井夏子は 拒絶空港の206便ではチーフパーサーとして登場するほか、鈴木ひとみは機体消失にも登場する。また、絹田機長も笹月木長で病気のために乗務ができなくなったという話題の中で登場するほか、朝霧機長は拒絶空港で PIC として登場する。内田の小説では日本インターナショナルエアという架空の航空会社を舞台にしているが、 この航空会社は内田の所属していた全日本空輸と多くの共通点を持つ。また他の航空会社などは実名で登場している。ありがとうございます。